マルリオナです。今回の浜散歩は大岡川沿いを桜散歩します。では早速行ってきます。レッツゴー。こちら桜咲いてますかね。どうかな。わー咲いてる。わー咲いてます。見えますか。見てください。桜綺麗ですね。横浜は先週開花したんですけど、満開まではあと少しかな。ではちょっと歩いていきたいと思います。はい、桜咲いてますね。いやー気持ちいい。大岡川沿いを歩いてるんですけどね、春になって暖かくなってきてすごい気持ちいいですね。もうちょっと満開になったらもっと楽しくて、桜祭りとかもあったりするのでね、屋台が出たりもうすごいおすすめです。すごい。そう、この大岡川沿いはサップをやっていたり、ちょっとね、ちょっと先にサップやってる方が見えるので後ほど映したいなと思います。私もやりたいな、サップ。はい、桜とサップをやってます。すごい気持ちよさそう。桜を見ながらいいですね。あ、手振ってくれた。こんにちは。すごいいいですね。やりたいな、サップ。サップやりながらお花見もできてちょうどいいですね。見てください、もうめっちゃ桜咲いてますよ。まだ満開ではないんですけど、めっちゃ綺麗です。写真スポット。ここ歩いてるとやっぱ写真で、カメラでね、写真を撮ってる方とかいっぱいいていいですね。桜のトンネルに通ってるみたいで気持ちいい。いいな、お花見したいな。こうやってこの大岡川はシーバスも通っていて、船からも桜を楽しむことができます。なのでぜひ皆さん調べてみて、日程が合う方は行ってみてください。桜です。ところどころね、まだ満開ではないので咲いてないところもあるんですけど、もう少ししたら本当にめっちゃ綺麗になるんじゃないですかね。ここら辺気持ちいいですね。お花見したいな。お散歩いいですね。結構桜もやっぱ咲いてるので人が増えてきましたね。こういった川沿いの散歩もおすすめです。みなとみらいでね、散歩するっていうのをよく言ったんですけど、私はこういった川沿いを散歩するのも好きで、今のシーズンだったらやっぱ桜を見ながら散歩してしたりしてますね。はい、橋の上から見るとこんな感じです。左側もね、桜が咲くので、これから満開になったら本当に綺麗です。はい、ここが今一番咲いてるところなんですけど、はい、こんな感じで満開です。綺麗。花近くにありますよ。わ、いい。もう写真映えもしますね。わー、桜です。いいですね、暖かいし、すごいですね、気持ちいい。本当にこれこそまさに桜のトンネルという感じがしますね。いいな、気持ちいい。これ、友達一人でお散歩もいいんですけど、友達と喋りながら散歩したりとかもいいですね。いろんな話をしながら桜を楽しんで、いや私春大好きです。夏生まれだから夏も大好きなんですけど、こういった春服着てお散歩中いいですよね。こちらも結構咲いてますね。すごい桜が近くて本当にいいですね。トンネルって感じがして、ここの川沿いは夜になるとライトアップもされて
すごい綺麗なのでぜひ皆さんに見ていただきたいです。わー見てー、すごーい、いいですね、川沿いの桜めっちゃ綺麗です。はい、今回の浜散歩は大香川でした。いやー桜綺麗でしたね。横浜は桜が綺麗なところもたくさんあるのでぜひ遊びに来てください。ではまた浜散歩でお会いしましょう。マルリオナでした。